どうも、キョウです。ウマ娘解説したいと思います。ですね、ルームマッチね、始まりましたね。で、ちょっと題名にあるとおりなんですけど、ホストをする場合のね、あれなんですけど、まあ、シンプルモードでも詳細モードでもどっちでもいいんですけど、まあ、とりあえず詳細にするとして、ですね、まあ、ここはまあいいんですけど、まあ、普通でいいんじゃないですかね。ここはランダムよりかは、まあ、A ランク以下だとして、ここはいいんですけど、随時やればここもね、3人エントリーする必要なくて、1人でも終われるんで、めんどくさい人は書き込みの場合はそれでいいと思います。でね、その一番大事なのがここですね。ここをオンにすることですね。これをしないとですね、いつまで経っても自分しかエントリーできなくなっちゃうんで、それだけ言いたかったですね。まだ始まったばっかりなんで、ホストしている人は気づかないかなと思ってちょっと動画にしてみました。僕もね、2、3回ね、ホストやって、で30分経っても3回とも自分のウマ娘しかエントリーされなかったんで、なんでかなって、他の人めちゃくちゃエントリーしまくってるのになと思ってたんで、やったんですけど、ここですね。ここをオンにすることによって、全国の人が集まってくるよっていうことですね。多分3分ぐらい待てばね、ダーって入ってくるんですけどですね。で、繰り上げ出走っていうのはもうすぐ10秒以内に出走するよってことなんですけど、18位にね、枠が埋まりきったら、もう自動的に繰り上げ出走しますかってなるんですけど、まあ、できればね、ホストやるんだったらできればしてあげたいところですよね。中にはその参加者側になると分かるんですけど、ホストの人がチェックしてなくて30分かどうか分かんないんですけど、繰り上げ出走してくれない人がいるんで、もし開催者になるつもりなんだったら、なるべくちゃんとチェックして、出走人数の方で繰り上げ出走できるんだったらしてあげた方が親切ですねって感じですかね。注意点は、たった一つ の注意するべきことというのは、まあ、その参加公開をオンにするってことですね。まあこれでやってオンにしてるんで集まるとは思うんですけど、そうですね、とりあえず動画尺長くなっちゃうんで、この辺にしたいと思います。このまま集まると思うんでね、大丈夫だと思います。ご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録、高評価、コメント待ちしております。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。